おい、君、どうしたんだ？大丈夫か？聞こえるか？誰かの声が聞こえる。お、気がついたか。しっかりするんだ、君。僕はどうして、ここは一体どこだ？僕は誰だ？何も思い出せない。君、何も覚えていないのか？何もわからない。僕は誰だ？次に目が覚めた時、僕は助けてくれた男性の部屋にいた。災難だったね。でも無事でよかったよ。私はアマチと言うんだ。よろしく。こちらこそよろしくお願いします。助けてくださってありがとうございました。いいんだよ、当然のことをしたまでだ。私は一人暮らしだから、気兼ねなく過ごしてくれ。僕はどこに倒れていたんですか？私がちょうど宇那神の崖のそばを通りかかったら、道端の草むらに君が倒れていた。どうも崖の上から下の草むらまで落ちたみたいだな。反対側は海になっていて、人も滅多に通らないそうだから、不幸中の幸いだったよ。そうでしたか。本当にありがとうございます。それよりも何か思い出せたかい？いえ、何も。そうか。何、焦ることはないよ。何かきっかけがあればすぐに思い出すさ。ちなみにこの町は大里市というんだが、どうだい？何か引っかかることはあるかい？いえ、特には。力になれることがあるかもしれないから、いつでもおいで。相談に乗るよ。どうも崖の上から下の草むらまで落ちたみたいだな。事故の時のものかな。頭に怪我をしている。おそらくそうだろう。もしかしたら頭を打ったショックで記憶を失ったのかもしれない。とりあえず宇那神の崖へ行けば何か思い出せるかもしれないね。何も思い出さない。僕、宇那神の崖へ行ってみます。そうか、気をつけて。困ったことがあったらいつでも来てくれ。相談に乗るよ。アマチさん、本当にありがとうございました。行ってきます。
ここで天地さんが僕を助けてくれたんだ。寂しげな波の音が聞こえてくる。いい眺めだな。ここの海岸は宇那上海岸というらしい。いい眺めだな。船が見える。近いような遠いような、遠近感が狂うな。草が生えていないところは風や潮の影響だろうか。崖の上からこの草むらまで 4,5 メートルぐらいはありそうだ。この木だけ枯れてしまっている。もう寿命なんだろうか。草むらがクッションになったおかげで軽い怪我で済んだのかもしれない。先端が海に突き出している。あそこから落ちたら海へ真っ逆さまだろう。天地さんの話だと僕はこの辺りに倒れていたってことになる。ずいぶん寂しい場所だな。波の音しかしない。あれ、何か聞こえた。ここで天地さんが僕を助けてくれたんだ。誰かの声がする。いや、女の子が叫んでいる。僕を呼んでるのか。あそこまで行ってみよう。連絡もしないでどこに行ってたの？心配したんだから。僕を心配？じゃあ君は僕の知り合いなんですか？え？何言っているの？冗談のつもりなら怒るわよ。君の名前は？何をふざけてるのよ。あなたと同じ探偵事務所の立花歩美じゃないの。歩美さん。ダメだ、思い出せない。思い出せないってどういうことなの？それが。え？記憶喪失ですって？
僕のことを知っているのなら教えてください。ちょっと待って、その前にあなたがどうして記憶を失ったのか教えて。詳しいことはわからないんです。気がついたら、ここからさっきの草むらへ落ちて気を失ったらしいですって。もし反対側の海の方へ落ちてたら助からなかったわよ。わかったわ、とにかく一緒に事務所まで来てちょうだい。事務所、詳しい話はついてからにしましょう。ここが宇津木探偵事務所。本当に何も覚えていないのね。ともかく中に入りましょう。ここは宇津木先生の事務所で私たちの仕事場よ。先生はしばらく出張中だから今はいないの。宇津木先生というのは誰なんだい？この探偵事務所のボスよ。そしてあなたは先生の助手として活躍していたの。僕が？思い出さない。そう、ここは宇津木先生の事務所で私たちの仕事場よ。先生はしばらく出張中だから今はいないの。あなたと先生が知り合ったのはあなたがまだ中学生ぐらいの頃の話だそうよ。離れ離れになった両親を探していたあなたはこの町で先生と知り合ったの。両親を探していた？詳しい事情は知らないけれど、そうなんですって。まだ見つかっていなくて、今も探し続けているのよ。どうしてあの崖へ来たんだい？あなたがあそこで誰かに会うと言って電話してきたから連絡を待っていたんだけど、何の連絡もないし心配になって。僕が誰かに会う？あなたがこれを置いてってくれたから場所の見当はついてたけどね。使い込まれた感じがするソファーだ。明神村綾代と書いてある。出かける直前にあなたが書いたものでしょ。どうしたの？そんなに見つめられたら恥ずかしいじゃない。どっしりしたテーブルだ。分厚いファイルや書類が詰め込まれている。勝手に触っちゃダメよ。もし先生の大事なものなら怒られちゃうわ。鏡だ。特に変わった点はない。ちょっと待って、どこに行くつもりなの？
どうしたの？そんなに見つめられたら恥ずかしいじゃない。僕が書いたものなら、これが記憶を取り戻す手がかりになるかもしれない。よし、明神村へ行ってみよう。待って、名前ぐらい思い出さなきゃどうしようもないわよ。思い出してみて。そうだ、思い出したぞ。そう、これが僕の名前だ。あゆみちゃん、明神村へ行ってくるよ。気をつけてね。数時間後、僕は明神駅に降り立っていた。僕が事故に遭った宇那上の崖は、この明神村と天地さんのマンションのある大里市のほぼ中間。僕はここに来たことがあるんだろうか。この駅、年季の入った建物だな。青空が見える。駅の向こうに見える山は明神山というらしい。村全体を見下ろしている。何か書かれているけど、忘れてしまっていて読めないな。駅の向こうに見える山は明神山というらしい。村全体。
すみません。は、何のご用ですか。いくつかお聞きしたいことがあるんですが、よろしいでしょうか。ええ、どうぞ。さて、どなたでしょうか。あやしろという言葉に聞き覚えはありませんか。あやしろですか。あやしろ家のことでしょう。あそこに見えるあの明神山のふもとの大きな屋敷です。確かに大きな屋敷だ。ここはどんな村なんですか。ご覧の通りの静かな村ですが、ここには古くからの因習や気味の悪い言い伝えが今でも語り継がれているんですよ。詳しく知りたいのでしたら、村の人たちに話を聞いてみてください。あやしろ家というのは、戦国時代はこの辺りの領主だったそうですが、今は日本有数の資産家として有名です。僕はあの家を訪れていたのか。そういえばあなたはこの村に来られたことがありましたね。え？いきなりそう言われましても。ありがとうございました。いえいえ、お気をつけて。メモにあったあやしろというのがここのことで間違いないだろう。ここがあやしろ家か。とにかく話を聞いてみよう。ごめんください。はい。この家の執事だろうか。門構えにふさわしいきっちりした身なりの人だ。どこへ行っておられたのですか。心配しておりましたよ。え？とにかくどうぞこちらへ。それで何か分かったことはございましたでしょうか。すみません、あなたは僕のことをご存知なんですか。え？実は僕。え？記憶喪失。では依頼した調査の内容や私の名前まで忘れてしまわれたのですか。よくお聞きください。
私の依頼を受けたあなた様は、調査内容を聞くために先日この屋敷へいらっしゃいました。その調査内容というのは、先日亡くなりました当家の主、綾城菊様についてでございます。思い出してくださいませ。お医者様は心不全と診断されましたが、私にはただの病死とは思えないのです。つまり菊さんは何者かによって、それを調査していただこうとこの屋敷へお呼びしたのです。それなのにこんなことになろうとは。ちょうどここまでお話しさせていただいたとき、あなた様にどなた様からかお電話がかかってまいりました。その電話の後、重要な情報が手に入るかもしれないとおっしゃって、この屋敷を出て行かれたではありませんか。菊様は綾城商事の会長でしたが、78歳とご高齢の上、心臓が弱っておられたのです。そこで遺言書を作成されたのですが、遺言公開の直後にご自分の寝室で亡くなられてしまったのです。ここまでお話ししてもまだ思い出していただけませんか。宇津木探偵事務所の方でしょ。調査の依頼をさせていただきました。さあ、別にこれといって、そうだ、確かにここで依頼を受けた。思い出したぞ。そしてあなたは善蔵さんでしたね。思い出していただけましたか。思い切ってお話してよかった。菊さんの遺言書はどんな内容だったんでしょうか。遺言公開にはご親戚の方々が立ち会われただけで、私にはちょっと分かりかねます。立ち会われた親戚というのはどなたですか。菊様の甥の綾城寛治様と次郎様、それに姪の春日あずさ様の三人様です。子供や孫ではなく、甥と姪なのか。思い出したぞ。
確かにここで依頼を受けた。僕はやっぱりこの屋敷を訪れていたんだ。思い出したぞ。確かにここで依頼を受けた。僕はやっぱりこの屋敷。先ほど申しましたように、菊様の死に不審な点が感じられるのでございます。様は綾代商事の会長でしたが、78歳と高齢の上心臓が弱っておる。そこで遺言書を作成。思い出したぞ。